今回のテーマ、機械学習の学習方法。おはようございます、マサルです。今回は基礎理論の分野から機械学習の学習方法について一緒に勉強します。それでは始めていきましょう。令和6年問い65、 AI における機械学習の学習方法に関する次の記述中の A から C に入れる軸の適切な組み合わせはどれか。教師あり学習は正解をつけた学習データを入力することによって A と呼ばれる手法で未知のデータを複数のクラスに分けたり、 B と呼ばれる手法でデータの関係性を見つけたりすることができるようになる学習方法である。教師なし学習は正解をつけない学習データを入力することによって C と呼ばれる手法などで次第にデータを正しくグループ分けできるようになる学習方法である。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はうの組み合わせが正しい組み合わせです。それでは解説していきます。今回は機械学習の学習方法に関する問題でした。まず機械学習の学習方法の全体像を押さえておきましょう。機械学習の学習方法は大きく教師あり学習と教師なし学習に分かれます。今回の問題では教師あり学習の手法として分類と回帰、教師なし学習の手法としてクラスタリングが出題されました。一つずつ整理しながら勉強していきましょう。まずは教師あり学習についてお話しします。教師あり学習とはデータと正解をセットで学習させる方法です。例えば大量のイラストとそのイラストが何を表しているのか、正解を一緒にコンピューターに学習させます。教師あり学習は正解データを人間が与えるため学習精度が高く学習速度も速いというメリットがあります。しかし反対に正解が存在しない分野での利用ができないこと、また正解データの質によって学習成果が左右されることがデメリットとして挙げられます。では次に教師あり学習の代表的な例として分類を見ていきましょう。問題文の中で分類とは未知のデータを複数のクラスに分けるとあります。この手法を使うと例えば迷惑メールの一つであるフィッシングメールを見分けることができるようになります。コンピュータにこういうメールがフィッシングメールだと学習させます。コンピュータは学習することによってフィッシングメールの特徴を持ったメールを受信したときにこのメールはフィッシングメールであると分類して気がつけるようになります。次は回帰です。回帰とはデータの関係性を見つけることで連続的な値を予測する手法です。例えば大量の天候データをコンピューターに学習させます。するとコンピューターは過去に学習した内容から未来の天候を予測できるようになります。このようにデータの関係性を見つけて連続的な値を予測するのが回帰です。まずは教師あり学習について勉強しました。教師あり学習はそのデータが何を表すのか、正解をセットで学習させる方法です。代表的な手法として分類や回帰があることを覚えておきましょう。次は教師なし学習です。教師なし学習は正解がないデータを与える学習方法です。教師なし学習を利用する目的はデータ内に存在する未知のパターンを見つけ出すことです。データに正解はないのでコンピューターはそれぞれの特徴や法則性を見つけ出してグループ分けします。よって教師なし学習では人間が想定できない新たなパターンを見つけることが期待できます。今回の問題では教師なし学習の代表的な手法としてクラスタリングが挙げられています。クラスタリングとはデータの特徴からグルーピングする方法です。例えばこの図のように人間ではウサギと猫で分類しそうですが、コンピューターは座っているイラスト、立っているイラストというようにグルーピングを行い、人間が気がつけないような新しいパターンを見つけ出しています。
まずはここまで機械学習の学習方法についてお話ししました。機械学習には教師あり学習と教師なし学習があること、それぞれ教師あり学習では分類と回帰、教師なし学習ではクラスタリングがあることを覚えておきましょう。それでは問題を見直します。 AI における機械学習の学習方法に関する次の記述中の A から C に入れる軸の適切な組み合わせはどれか。教師あり学習は正解をつけた学習データを入力することによって分類と呼ばれる手法で未知のデータを複数のクラスに分けたり、回帰と呼ばれる手法でデータの関係性を見つけたりすることができるようになる学習方法である。教師なし学習は正解をつけない学習データを入力することによってクラスタリングと呼ばれる手法などで次第にデータを正しくグループ分けできるようになる学習方法である。正解は選択肢のうです。それでは次の問題です。令和5年春、問い74。ニューラルネットワークに関する記述として最も適切なものはどれか。 A. PC、携帯電話、情報家電などの様々な情報機器が社会の至るところに存在し、いつでもどこでもネットワークに接続できる環境。 E. 国立情報学研究所が運用している大学や研究機関などを結ぶ学術研究用途のネットワーク。 U. 全国の自治体が氏名、生年月日、性別、住所などの情報を居住地以外の自治体から引き出せるようにネットワーク化したシステム。 A. ディープラーニングなどで用いられる脳神経系の仕組みをコンピューターで模したモデル。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A. ディープラーニングなどで用いられる脳神経系の仕組みをコンピューターで模したモデル。こちらがニューラルネットワークに関する記述です。それでは解説していきます。ニューラルネットワークとは人間の神経回路、ニューロンの仕組みを模したモデルです。大量のデータを与えてコンピューターが自らデータの特徴を学習するディープラーニングなどで用いられます。ニューラルネットワークは教師あり学習、教師なし学習のどちらにも適用できます。ニューラルネットワークは人間の神経回路、ニューロンを模したモデルであること、そしてディープラーニングなどで用いられていることを覚えておきましょう。それでは間違い選択肢も確認します。あの選択肢は指キタスネットワークの説明です。指キタスというのはラテン語で至るところに存在するという意味です。インターネット環境があらゆる場所に整っていて、さまざまな情報に簡単にアクセスすることができる環境のことを指キタスネットワークと言います。次の選択肢は学術情報ネットワーク、サイネットに関する説明です。学術情報ネットワークとは日本全国の大学、研究機関等の学術情報基盤として国立情報学研究所が構築運用している情報通信ネットワークのことです。例えば各大学がサイネットを使って実験設備を共同利用したりする用途に利用されています。選択肢の U は住民基本台帳ネットワークシステム、住基ネットの説明です。住基ネットは住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通の本人確認ができるシステムです。例えば住基ネットを利用することで全国どこの市町村でも住民票の写しの交付が受けられたり、転入転出の手続きが簡単になっています。では問題を見直しましょう。ニューラルネットワークに関する記述として最も適切なものはどれか。正解は A. ディープラーニングなどで用いられる脳神経系の仕組みをコンピューターで模したモデル。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。最近さまざまな生成 AI が登場しています。代表的な生成 AI の種類について見ていきましょう。まずはチャット GPT など対話しているような形式で文章を生成する文章生成 AI、 コパイロットなどの指示や参考画像をもとにオリジナルの画像を生成する画像生成 AI、 ボイスボックスなどの
指示や参考音声をもとにオリジナルの音声や楽曲を生成する音声生成 AI などがあります。まだ生成 AI を利用したことがない方は一度でいいのでぜひ試してみてください。きっと面白い体験ができるはずです。私は画像生成 AI のコパイロットを使って私の使っているウサギのイラストを作ってみました。その結果がこちらです。ちょっと可愛すぎるデザインになりましたが、要望している画像をしっかり作ってくれています。生成 AI とてもすごいですよね。それでは最後に復習です。令和6年問65、 AI における機械学習の学習方法に関する次の記述中の A から C に入れる軸の適切な組み合わせはどれか。教師あり学習は正解をつけた学習データを入力することによって分類と呼ばれる手法で未知のデータを複数のクラスに分けたり、回帰と呼ばれる手法でデータの関係性を見つけたりすることができるようになる学習方法である。教師なし学習は正解をつけない学習データを入力することによってクラスタリングと呼ばれる手法などで次第にデータを正しくグループ分けできるようになる学習方法である。正解はう。次の問題、令和5年春問74、ニューラルネットワークに関する記述として最も適切なものはどれか。正解はえ。ディープラーニングなどで用いられる脳神経系の仕組みをコンピューターで模したモデル。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では Discord を使ったオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して楽しく成長できる機会を提供しています。参加希望の方はチャンネルメンバーシップから対象のプランを選択していただくとすぐに参加をすることができます。皆さんのご参加お待ちしています。